15型フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの艦級。第二次世界大戦時に建造された戦時急増型駆逐艦をもとに、高速大戦艦として改装したものである。イギリス海軍は、大西洋の戦いで莫大な出血を強いられたものの、1945年までに、不条内しろ板だきした潜水艦は、もはや重大な脅威ではなくなっていた。 しかし1943年頃より、ドイツ海軍が新世代の水中高速船の建造を進めているという情報がもたらされ始めていた。U ボートとー1型は、先行状態で15から18ノットという高速を発揮でき、バルター機関搭載艦であれば26ノットの発揮すら可能であった。これに対し、対戦中のイギリスで最も成功した護衛艦と評される。 ブラックスワン級スループですら最大速力20ノット弱であり、このような水中高速船に対しては対処困難と考えられた。これに対し、1943年中盤より新型フリーゲートの検討が開始されており、これは後に12型として結実することになる。1949年の時点で有事にはフリーゲート182隻が必要と見積もられていた。これは、 1947年時点の護衛艦552隻という見積もりに比べれば減少したとはいえ、依然としてかなりの席数であり、すべてを心臓艦で賄うのは困難であった。当時、ベルリン封鎖などを通じて、冷戦構造が顕在化しつつあり、ソ連に対する備えの必要性が叫ばれていたが、ソ連海軍は重量型やウィスキー型など、 u ボートと n t 1型に反を取った水中高速船の配備を進めていたことから新型対戦艦には高い優先度が与えられた。しかし対戦艦に求められる大出力式の開発が遅延したことから12型の建造は当初予定の1945年度計画では実現せず先送りされていた。一方第二次世界大戦中には14時にわたる戦時。 急増計画駆逐艦が建造されたこともあり、戦争終結時にイギリス海軍が保有する駆逐艦は245隻に及んでいた。1947年春の決定に基づき、大戦前に建造された艦は速やかに退役する。一方、残余の艦は上記の膨大な所要を補う暫定策として護衛艦に改装されることとなった。このうち、 対戦フリゲートの一等艦としての改装に当たるのが本級である。1947年、まず、ロケット、リレントレスの改装のための爆量要求事項が作成された。1949年3月、t 級以前の艦を対象としたロケットの改装案が海軍本部委員会に提示された。改装は、上部構造物、船体、機関、 装備のあらゆる部分に及んだ。艦内用石確保のため、船首楼は著しく延長され、超船首楼戦形となったほか、上部構造物も艦隊幅いっぱいまで拡幅されている。船首楼甲板に打ち上げる青波を考慮して、上部構造物前面にワカーブが付されたほか、高天下でも25ノットの速力を維持できるよう、船首部を強化して、単行性を向上させている。 主戦隊については、主横隔壁は変更されなかったものの、その他の横隔壁はすべて乾燥された。また、上部構造物を含めて、アルミニウム合金が全体に導入された。従来のイギリス駆逐艦は、開放型環境を好む傾向が強かったのに対し、クロスロード作戦で得られた知見に基づき、放射性物質防護のため上部構造物は完全にエンクローズされ、 上部構造物自体も2層の低いものとなった。ただし低く密閉された環境は相関面で不都合があり、一部の艦では一層高めた環境構造物を採用した。密閉状態で戦闘を継続できるよう、環境には周囲視察用のペリスコープやバブルウィンドウが設けられている。トラウブリッジ、アルスター及びゼストはリアンダー級以降のフリゲートすべてに採用される。 新しい設計の環境を備えていた。この環境は、監守備線に対し角度のついた側壁と、外下方に傾いた窓を持ち、全周にわたる良好な視界を提供するとともに、夜間における内部の透過の反射を防ぐものであった。なお平時には、多くの管が練習管として使用されたが、その場合は、環境構造物上の 40mm 基準は撤去され、 湾曲した全面を持つ既存の環境の上に大きな露天環境が設けられた。ボイラーと手機は乾燥されなかったが、この機械に全体にオーバーホールされた。出力1 5 5ットの蒸気タービン種発電機2機も維持されたが、出力5 0ットのディーゼル発電機のうち、第1ボイラー室に設置されていたものは撤去され、1 5 0ットのディーゼル発電機2機が設置され、 電子機器の増設に伴う電力需要激増に対応した。なお管内区画の変更に伴って重油搭載量は615トンから476トンに減少し、航続距離も短縮している。レーダーとしては目標補足用の 293Q 型及び広角測定用の 277Q 型、広報用の975型を搭載した。 293九型は戦闘式書の中マイナス2と連接されており、その目標情報は砲射撃式に用いることができた。また後に993型レーダーに換装された。ソナーとしては、捜索用に174型、また海底捜索用に162型を搭載した。また、これらのセンサーからの情報を総合、集中処理する区画として、戦闘式書も設置された。 対戦艦たる本級の主兵装となるのが対戦兵器であり、当時設計が進められていた12型とほぼ同等となった。艦備艦艦後部に新開発の輪ー対戦迫撃砲2機を配置するとともに、両弦に2機ずつのマーク20、ビダー対戦誘導魚雷のための魚雷発射管を搭載し、その間に予備魚雷4本を搭載する予定とされていた。 しかし1953年にビダーの開発は頓挫したことから実際に魚雷発射艦を搭載したのはその試験に従事していたアルスターのみであった。またリンボーの開発も遅延したことから初期て造艦ではスキットが搭載されロケットリレントレスでリンボーの試作機が搭載された後後期て造艦ではこちらが装備化された。 艦砲としては45口径1 0 2トル連装砲を選手楼甲板後端部に搭載し射撃式装置としては盲目射撃可能な CRBF を装備した。また近距離用の対空兵器としては56口径4 0ト、mm、ル連装機銃を環境情報内視前方に搭載し STD の指揮を受けた。なお、 1956年12月の改修によって、グレンビルの完備看板にヘリコプター看板が設置され、フェアリーウルトラライトヘリコプターの運用試験に供された。これにより、同艦はフリゲートとして初めてヘリコプターを搭載、運用した艦となった。また、アンドーンテッドにもヘリコプター看板が設置され、1959年9月から12月に、 かけて、ウエストランドアスプ中距離魚雷投射ヘリコプターを用いて、母艦のソナー情報に基づく攻撃指示が試験された。ロケット15型フリゲートで標準的な閉鎖式環境を装備している。ゼスト12型フリゲートと同型の環境を装備している。1949年から1957年に至る期間中に23隻が改装された。また、 1957年にラングラーが南アフリカ海軍に売却されフレイスタートと改名されている。サイモンズタウンの南アフリカ海軍博物館に展示されているフレイスタートの模型海例にクイーンボロー。マスト直前部に設置された環境構造物に注目。オーストラリア海軍では第二次世界大戦後に イギリス海軍から受領した5隻の救急駆逐艦のうちクオリティ HMS クオリティを除く4隻に15型フリゲートに準じる近代化改修を行った。オーストラリア海軍の15型フリゲートは基本構造はイギリス海軍の15型フリゲートによく似ているが全艦の艦上構造物全部の 40mm 連装機関砲とマストの間にはトラウブリッジ、アルスター、 ゼストと同様に閉鎖型の環境を設けているのが特徴である。また、対戦兵装については、クオードラントがスキットを装備しているが、他の三隻はすべて輪ーを装備している。D-226 クレセント。カナダ海軍では、第二次世界大戦中もしくは大戦後に、イギリス海軍から譲渡された V 級駆逐艦と CR 級駆逐艦のうち、 それぞれ一隻ずつに15型フリーゲートに準じる回収を行った。基本的な改装は、イギリス海軍やオーストラリア海軍の15型フリーゲートと同じであるが、下砲は、イギリス製4インチ連装砲とアメリカ製、マーク333インチ連装速射砲を、それぞれ一機ずつ装備していることや、対戦兵器についてもイギリス製の林廊、対戦迫撃砲の他に、アメリカ製、 マーク43如来用のマーク4落ち先を装備しており、レーダーもアメリカ製のアン、SPS-6C 対空レーダーやアン、SPS-10 追水上レーダーを装備するなど、装備面におけるアメリカ海軍の影響が強い。駆逐艦ベッドフォード作戦作中に登場する架空のファラガット級駆逐艦、DLG-113 ベッドフォードの艦上シーン等の撮影に、 トラウブリッジとウェイクフルが使用されている。ウィキメディアコモンズには15型フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。